逃げ場ないよ。あるホストの奇怪な行動。先輩が席を外した隙にお客様の横に急接近。そして衝撃の行動に出る。ゴールド名古屋副主任志尊伊織。爽やかでスラッとしたスタイルを持つこのイケメン。優しそうな雰囲気を醸し出す彼だが、厳しい一面もあるという。しかしこれは従業員に期待し彼らを思ってこそだと語った。前回自身の酒癖の悪さを直したいと語ったなるみ。彼の切実な思いを聞いた伊織。飲まされるとか飲む量っていうのは、まあ、ヘルプついてたらまあ抑えれない。確かに何が一番必要かって言ったらお客さん自分で選んで、自分でお客さん呼ぶことによってまあまあお酒飲む場でもヘルプの子が飲んでくれるし、何が一番大事かって言ったら、まあ、とりあえずお客さんを呼ぶっていうことかな。伊織からのアドバイスを受け、この日の営業に臨む。今回彼の切実な思い、決意、伊織からの期待を彼自身が裏切ってしまう。hosttv.com するこいついいっすか。なんかちょっとビジューよね。気合入れてきたこいつ。あ、そうだ、いつもそれしろよお前。お金持ちの娘。確かに。イエーイ、いただきます。なるみが酔っ払ったらもっとなるみ節が出るからね。もっと出してこ。酒癖の悪さを怖がりながらもヘルプとしての仕事を全うするなるみ。お客様からも勧められどんどん飲んでいく。これが普段の日常だという。だけど言うことによって食べちゃう。いい、美味しい、いい、で、起きないことによって、来た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 、なるみの、なるみの店来たよ。よりさんのタクは結構飲みたくというか、そういう感じなの。なるみが面白いね。お疲れ様でした。ありがとうございます。頑張れ。はい。酔っ払うと出るというなるみ節。酒癖の悪さを嫌がるなるみだが、仲間たちやお客様からは好評のようだ。お酒を飲めて周りを盛り上げることができる。これは彼の十分な武器になりうる。ありがとう。また後で。一度卓を離れた伊織。ちょっと止まり。なんで？行きたいから。一瞬だけ。そう、本当に行きたい。行ったね。マスクない。いや、マスクないっすよ。大丈夫。リアルをお届けしてるんで。ああ、そう。ありがてぇ。大丈夫だ。大丈夫か大丈夫かない感じはない。ない。伊織が宅を離れた瞬間、お客様に急接近するなるみ。次の瞬間、衝撃の行動に出る。ゴールド名古屋から緊急告知。歴代史上初、東海エリア最高額ゴールド名古屋入店者に日当25,000円を支給。詳細は概要欄をチェック。伊織が宅を離れ、お客様と二人になったなるみ。いきなりお客様の真横に移動。一体どうしたというのか。一瞬。なるほど。体重の入ってる。おっぱいにかける情熱は誰にも負けない。大体ね、もしかしたら、多かったら、1000万円から500万円でしょ。
12時から9キロ9キロ1キロ脂肪が1キロ、まあでも水も滴るいい男ってことかな。もう逃げ場ないよ。離れてってことは、でも地球一周したら近づくってこと。もう一回近づいてる。でもお前めちゃめちゃめちゃやん。どうしたの。やばくない？何でお前友達座ってんだよ。あ、自分が14時間、あれ、自分の時間。自分で外に濡れてんの？で、友達座ってるし。やばくない？ほら、かかってるし。何でも友達座ってんの？自分はちょっと、酔っ払いすぎて、自分の欲望を抑えきれなかった。どうしたの？シモやべえな。シモすぎやろ。ヘルプしておかしいもん。次回、イオリが宅を離れた隙を狙ってお客様の隣に座り、卑劣な行為に及ぼうとしていたことがバレたナルミ。これにさすがのイオリも怒りを隠せなかった。彼の上司としてイオリが放つ言葉とは